はい、4月2日土曜日ね、埼玉市ね、最近雨が降って、湿気が高くなって、髪の毛ね、急に乾き悪くなったね。除湿機回してもね、やっぱり気温が低いから、いまいち除湿しきれてないっていうの？でもさ、なんか2タイプあって、うちはコンプレッサー型なんだよね。で、コンプレッサー型ってのはなんか、低温に弱いみたいね。で、暑くなっちゃえばね、エアコンのもうぶん回すからね、クーラーでね、冷やすから部屋をね。で、除湿できるけど、ちょうど今の時期ね、これから、ね、5月はカラッとしてるけどね、6月の中旬ぐらいまで乾きにくい日が増えるよね。そうやって思うとね、やっぱり12月、1月は髪の毛乾くの早かったね。で、やっぱりちょうどここ来てね、乾きが遅くなるとさ、乾かしてるだけでグタッとするね。ドライヤースタンドでさ、置きっぱにしても、わずかに余計にかかる時間にさ、なんか精神的にダメージ受けるね。グタッとすんね。髪の毛をね、いかに早く乾かすかね。もう永遠のテーマだね。もうこれはもう考え続けるしかないよね。いい案ないかっつったってね。今現在の美容文明だとね、大手美容メーカーで半自動で乾かす、なんか動くドライヤーみたいの？なんか売ってたような気するけどね。まあそれも値段が高いからね、1万2万の問題じゃないかね、一桁違うからね、10万、15万、20万の世界だからね。だからドライヤースタンドだとね、風の吹く方が一定でね、人間がね、その都度位置を変えないとダメだけど、これをさ、自動で動くように、で、その自動で動くんだけど、電気エネルギーではなくてね、風力エネルギーでね、中でプロペラを回して、そのプロペラがね、ギアを回転させて、その、温風の出口を、位置を変えるっていうの？その時使う熱源は普通のドライヤーをね、差し込むだけで、そのドライヤーの風で、まあ小さなプロペラを回して、そのプロペラが動力源になってね、その、風向きを変えるっつうの？ドライヤーの風をね、自動で左右に振りうってのかな？なんかでできそうな気すんで、頭の中じゃね、簡単な図面はできてんだけどね。まあ、それをさ、物に形にしろって言われたらね、そうやって考えた場合さ、ドライヤーが動けばいいだけだから、ドライヤースタンドみたいのが動けばいいんだよね。だから、ドライヤーを置いたワゴンが動けばいい。ワゴンを動かすわけいかないから、なんか小型の薄っぺらいテーブルみたいのが、こう動けばいいんだ、左右にね。扇風機の首振りみたいに。だから可動式の、ドライヤースタンドがあればいいんだな。風をまんべんなく、下から上から、まあ、AI で調整できるっていうのは、ロングの人だったら、下の方までずっと首振って、上の方来たり、右行ったり、左行ったり。ねえ。なんか作れそうで作れないよね。で、結構金かかるから、メーカーもね、売れなきゃ作んないからね。はい、お疲れ様でした。